天童ワイン株式会社は山形県天童市に本社を置く酒造メーカー。天童市はワインに使われるブドウの開花から収穫期までの工具量が少なく日照時間が長い盆地型気候であり、ブドウ栽培の理想の気候である土地である。この環境を活かし製造しているワインである。ブドウ以外にも山形の名産だフランスなどを使ったワインも製造している。 かつては1852年創業の酒屋を営んでいたが、戦時中の企業整備等もあり廃業。その後、天道の土地で地元のものを生かして何か作れないかと考えた末に、天道がブドウの産地であることに着目し、1984年に天道ワインが誕生した。山形県産ナイアガラ市を低温発酵させた甘口のワイン、ナイアガラは、 国産ワインコンクール2010の北米系白部門で同賞を受賞している。天道ワイン株式会社、天道市観光情報センター、天道市観光物産協会、2019年7月13日閲覧。天道市ワインの特徴とは ワインバザー、h t t p コロンスラッシュスラッシュ wine-bzr.com スラッシュアーティクルスラッシュカントリースラッシュジャパンスラッシュ山形スラッシュ tnto e スラッシュ182スラッシュ2019年7月13日閲覧ありがとうございます